はい、どうも、ガツモンです。今回から、サティスファクトリーっていうゲームを、実況していくんですけど、これはどういうゲームかっていうと、僕が今まで、実況してた、ファクトリオっていうゲームの 3D 版みたいなゲームになっています。工場を作るゲームですね。で、だんだんと、すべて自動化に向かっていって、最終的に、何かするんかな。まだね、ファクトリオはロケットを上げるっていう最終目標ありますけど、まだこれはね、お楽しみということで。はい。とりあえずね、何が言いたいかっていうと、工場ゲー久しぶりに出たなと。神ゲーが出たなという感じですね。はい。このゲームがエピックゲームっていうところから出てます。フォートナイトで有名なところですね。で、ダウンロード方法は、エピックゲームランチャーというものを、エピックゲームの、公式サイトからダウンロードして、PC ね、ダウンロードして、で、そこで決済を行って購入するという感じなんですけど、まだ今はね、アーリーアクセス版、なんて言うんですか、体験版って言っちゃあれですけど、まだ製品版にはなってないよと。まだ公式には発売され、しっかりと発売していませんよというわけで、事前登録して事前にお金を払った人だけ、今開発完了しているところまでできますよという感じなんですけど、多分ね、オチまではできてるんですよ。最終的なところまではできてるっぽい。やった感じでね、できてるっぽいんですけど、何がダメかっていうと、まだ日本語っていう、オプションの中に日本語ってあるんですけど、その日本語がね、しっかりまだできてないっていう感じです。ところどころでね、英語が出てきてですね、日本語じゃないじゃんみたいな感じにはなるんですけど、まだそれはね、アリアクセス版というところで。はい。で、このゲームはどういうところが神ゲーなのかというと、さっきも言ったんですけど、工場作成系でですね、3D 版になります。今映像でね、軽く流れてると思うんですけど、全てが 3D ですね。ファクトリオっていうのは、上から見上げてね、プレイヤーを上から見上げたようなプレイヤーなんですけど、これは自分で視点になって、作っていくという風になっています。で、かなり複雑なものを作ってるように見えるんですけど、かなり簡単。わかんない人でも適当にやれば、チュートリアル見なくても適当にやればできるようなレベルだったので、非常に面白い、誰でもしやすいようなゲームではないかなと思います。はい。で、僕がね、面白そうだなって思った点っていうのは、このめちゃくちゃ広いワールドマップがあるんですよ。で、このマップでもう無限に工場を広げていくことができる。もう邪魔されずにね。モブはいるんですけど、攻撃してくるモブはいるんですけれども、それにもね、しっかり対応していくことができると、定期的に、バイターが攻めてくるみたいな、そんな感じではない。ぽいですね。今のところ僕がプレイした感じでは。ですね。はい。で、公式サイトに、どんなことができるかっていう、どんな工場ができるかっていうね、紹介の動画とかあるんで、ぜひご覧ください。で、他にはね、下の画像を見ると、こんなにね、しっかりした、工場を作ると。で、ベルトもしっかりね、この3連とか、何連とかで並べて、しっかりしたベルトが作れますよと。しっかりしたベルトってなんだ？なんか俺が完全なんかオタクっぽい。はい。で、ビークルとかも作ることができるし、空を飛ぶための、装備も作ることができますよと。この辺ね、非常に面白そうですよね。はい。で、スペックの紹介なんですけれども、最低容量。現在アーリーアクセス版なので確定はしておりませんという。早期アクセス版なんでね、確定はしていませんが、大体これで動くんではないかというのが出ています。最低要件として Windows 7またはそれ以降の OS、プロセッサーは i5-3570、第3世代の i5 ですね。なのでかなり初期の、プロセッサーでも動きますよと。で、3.4GHz なのでノートパソコンでも動きそうですね。はい。で、メモリーは 12GB RAM。で、これがかなり重要だと思います。なぜかというとですね、かなり広いマップになっているので、メモリーとグラフィックスっていうのは、かなり重要になってくるのではないかなと思います。で、12GB っていうかなりね、中途半端な数字にはなってるんで、これがかなり、スペックとしてのネック、メモリーっていうラムがね、ネックになってくるんじゃないかなと
思います。グラフィックは GTX7 シリーズの 60GB ですね。でグラフィック、まあ、過去にも何回も紹介してるんですけど、 GTX のグラフィックっていうのは最後の 2GB っていうのだけを注目すればいい、まあ、ほぼね注目すればいいので、グラフィックボードで、自分の扱えるのかどうか分かんないっていう人は、そのグラフィックボードが何 GB のメモリーを持ってるのかっていうのを見てみたらいかがでしょうか。まあ、これは 2GB かなり、低いですね。低いんですけどかなり高画質で、僕は GTX1080Ti 使ってるんですけど、かなりねファンがねブン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 言う、もうずっと64度みたいなね、まあ、本当に GTX760 で OK なのかっていう感じではあるんで、かなり心配な方はアリアクセス終わった後の方がいいのかなと思います。ネットワークはブロードバンド、インターネット、まあ普通のインターネットですね。はい。でストレージは 20GB、 もうめちゃくちゃ小さいですよね、びっくり。はい、という感じです。推奨の方は出ておりませんが、おそらく Windows 10プロセッサー i7 メモリー 18GB、 グラフィックスが多分ね 4GB もしくは 6GB になるんじゃないかなと。でネットワークはわざわざブロードバンドインターネット接続って書いてあるんで、 Wi-Fi はでも普通か、ブロードバンドじゃないインターネットって逆に何なんだろうってなっちゃうよね。はい、でストレージもまだ確定はしてない、まあ、これからも追加されていきますよという感じではないでしょうか。でサポートされる言語イングリッシュってなってるんですが、かなりの言語がオプションで選択することができます。確定して、ベースで使われている言語がイングリッシュ英語となっていますが、オプションで日本語に変更した場合、字幕も日本語に変更されます。音声はイングリッシュ音声は全部英語となってますね。はい、で事前登録開始、アーリーアクセスでプレイすることができるのは平成31年の8月20日からとなっています。まあ、僕が今動画出してるもうこの日から、できますので、まあ、もし興味ある方はエピックゲームのランチャーをダウンロードして、そこからストアで購入してみてはいかがでしょうか。決済方法はクレジットとアマゾンなんですけど、多分日本には対応してないです、僕はできなかったんで。アマゾンとあとペイパル、はい、ペイパルですね。で、できますよ、ということです。まあね、まあ、こんなね、前置き長くなったら面白くないんで、ちょっとある程度までゲームやってみたんで、まあ、もしよろしければご覧ください。で、なおですね、まあ、今からプレイするゲーム、とりあえず、生放送開始してから新しい、実況動画として出すマップをね、あ、じゃあ逆か。新しくまたね、パート2からマップを作成して、しっかりチュートリアルぶっ飛ばしてやっていきたいなと思います。というわけでご覧ください、どうぞ。サティスファクトリー、ちょっとこれはねどういう意味かわかんないんですけど、マジで画質が綺麗だけどマジでグラボがうなってる、マジでグラボになってんだよ、もうずーっとブーン。で、一応さっきオプションで日本ありますよって言ったんですけど、80% ぐらい英語です。喋ってることも英語だし、字幕も 80% 英語、ミッション全部英語だから、ぶっちゃけ今の段階で日本人が楽しく遊べるかっていうと、みんなが楽しく遊べるかっていうとちょっと難しいかもしれないけど、まあ集めていけってことですよね、こうやって、まあ、こういうふうにね分かりやすく教えてくれる、一応で、まあ、ファクトリオのようにね、まあ、別ゲー出しちゃうと、ファクトリオのように、まあ、こうやってベルトをつなげてね、工場から工場へと自動化を進めていってくださいよというわけです。で時々このナレーターが一気に喋り出すことがあるんですよ、なんか重なって喋り出すことがあるんですけど、これは僕の編集が悪いんではなく、バグなのでご了承ください。まあ、大気圏突入中ね、大気圏に突入中、
はい、というわけで惑星にたどり着きまし、マップ自体はっていうか、なんていうの、なんていう、生まれる場所は最初にやり始める場所自体は全部ランダムらしくて毎回変わる。はい、というわけで今から旅を始めましょう。というわけで、まあ、これで来たんですよ今。これにね、大一のマークついてますけど、はい、下に字幕出ました。はい、もうこうやってね、どん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 勝手に喋っていくんですよね。まあ、これ何が言いたいかっていうと、まずこいつを分解してくださいって言いたいんですよ。ちょっと離れると消えてくれる。で、まず、はい、F ボタンを押してこれを分解します。で、ハブ部品というのを手に入れましたよと。なんかすごいエイリアン感半端ないんで、てか平地がないんだけど、同時に喋ってるんでマジで聞かなくていいかな。やばいやばい、逃げさせてやばいって。初っ端からモブいるとかね、なんかよくある。やばいよね。まあちょっとこの辺が開けてるんで霧だらけですけど、ちょっとやばそうなモブ多いけど、まあとりあえずね、まあ触りだけって感じで、まあちゃんとやっていくマップは、まあ、生放送で作ってやっていこうかなと思います。はい、でまず一番最初、先ほどのやつ分解したらゼノザッパーというのをこういう風に手持ちにセットします。これですね。あちゃあちゃ。で次にスキャナーを使って鉄鉱石を取ってくださいということなんですけど、スキャナーっていうのは C ボタンを押すことによって左手でスキャナーを稼働すると。で一番最初ここが反応したので、ここが一番近いよと、 307m のところが一番近いよって言うんですけど、通りにくいんで、どうしようかな、この 400m のところ行こうと思います。向こう側なんでね、300m 近いって言っても遠いみたいな。やばい、ちょっと倒してみましょうか。これね、この武器今セットしたゼノなんとかで、ちょっとで、これ案外簡単にこういう風に死にます。はい、違う、これどうやって調査するんだろうね、分かんないですよ僕。マジで字幕すぐ終わっちゃった。はい、というわけで上のところ見たら分かるんですけど、鉄鉱石があと 240m ぐらいで到達しますよと。そこまで頑張って走っていきます。てかもうさっきここにしようとか言ってた場所がもうめっちゃ離れちゃって、なんか新しい場所の方が良くない？あえてスキャナー消えたんで、もう一回スキャンします。で、あそこにあるよって、あそこにもあそこにもあるよって言うんですけど、あと 30m。 はい、というわけでこれです。このあからさまな鉄鉱石感出してるやつ、これで、これ E ボタンでこういう風にね、手掘りですね。もちろん最初は手掘り、ファクトリオでもね最初は手掘りでしたからね、まあ、こんな感じですよ、手掘り手掘り。でやばいの来たらうわちゃーみたいな。で左下が HP ゲージ、ね、一応こうやって鉄鉱石あるんですけど、これ地面にも掘れるんですよ。これ地面も鉄鉱石地面みたいな感じになってて、まあ、こういう風に今のがぶっ壊れてもこれ地面掘り続けることができると。まあ、とりあえずある程度の鉄取ったんで、この辺でいいかな。さっきモブが湧いてましたけど、この辺に基地をね、家を作っていこうと思います。まず作るのはキーボードの Q ボタン、 W の左側の Q ボタンを押して
ハブというのを選択。そうするとハブをどこに置きまっかって出るんで、まあ、ここに置きますよと。でそれでエスケープキーを押して終了と。でこれでお家を建てることができました。まずここが基地のど真ん中になりますね。でここからまずいろんなものを手動で作っていくみたいな感じなんですけど、ファクトリオとちょっと違うのは、ファクトリオっていうのはなんかホームみたいなものはないんですね。全てが工場なんですけど、一応これのホームを、ここのホームね、これハブなんですけど、このホームを元として動いていくっていう感じになるらしいです。はい。でなのでこのハブをだんだんアップグレードさせていかないといけないんですね。でアップグレードするにはどうするかというと、今からのこのチュートリアルなんですけど、まずねここの作業台、まあ、工作台って書いてあったんですけど、作業台で左の鉄のインゴットっていうのを選びます。でそうするとさっき鉄の原石を90個手に入れたので、鉄のインゴットが作れますよっていう状態なんですけど、これで下の作成っていうのは長押し、長押しするとだんだん作って、で一回、まあ、中途半端に止めれないな、あんまり中途半端に止めれないですね、まあ、長押しでこうやって作っていきますよと。である程度作ったら鉄のロッドとか、まあ、鉄板とかも鉄のインゴットから作り出すことができます。でこういうのを今後自動にしていきましょうよみたいなねゲームですね。はい。まずですね、まあ、ここの後ろにあった作業台の後ろにあるハブターミナル、でこれにアクセスするとティアっていうのを1回押します。ティアっていうのを押したらハブアップグレードっていうのがあるんで、ハブアップグレードっていうのはこのここに今僕が立ってるハブのところをアップグレードして作れるものをもっと増やしていきますよってことなんですね。まあ、いわば研究みたいなものです、ファクトリオという。でそれをするにはマイルストーンコストっていう、まあ、これ今鉄のロッドが10個必要ですよっていうふうに言ってます。はい。でこの中に鉄の鉄のロッドを10個入れるとアップグレードすることができますよってことなんですけど、今後ろで鉄のインゴットをたくさん作ったので、そのまま鉄のロッドを作っていきましょう。はい、10個準備することができました。で後ろでこれをドラッグして10個で、ハブのアップグレード、はい、ハブがアップグレードさせてされて、新しいコンテンツっていうか、なんていうの、追加されましたよみたいなでスキャナーの対象をさっき鉄しかなかったんですけど、銅も追加しましたよと。もうなんかね、一気に喋るから分かんない。はい。というわけで左にあるのが個人用の貯蔵庫、倉庫になります。でこっちにあるのがバイオマスバーナー、ちょっとよくわかんないですけど、電気を元にして何かを自動的に作成するものですね。電気源温とかありますけど、僕はまだここまでやってない。はい。でここからがまだ僕もまだやってないところになるんですけど、まず銅を探さないといけないんです。まあ先に言っちゃったんですけど、まあ、なぜかというとティアのアップグレード2でこのワイヤーっていうのが必要になるんですけど、このワイヤーを作るためには銅のインゴットが必要なんですね。なのでC ボタンを長押しして、今からスキャンするものを鉄鉱石にするのか銅にするのか選ぶ必要があります。なのでマウスを動かして銅の鉱石を検索しますよと。はい、見つかった。どこだ、 180m、 あそこは近いですね。 180m の銅を取りに行きたいなと思います。銅と鉄に恵まれてるな、ちょっとここ。で今モブはぶん殴って、なんかこの機械でぶん殴って倒してたんですけど、後々にはもちろん銃みたいなものだったり、あのガチガチのアーマーだったり、空を飛ぶアーマーだったり、あとちょっとで乗り物だったりっていうのを作ることが後々できますよというわけです。でこれがおそらくね銅鉱石ですね。長押しで取っていく。もうちょっとこの時点でね、僕はかなり面白そうなゲームだなと。
思っちゃったんですよね。完全ファクトリオの中に入っちゃうゲームですからね、これはやべえ。まあ、ただあのグラボがマジでやべえ。はい、熱が70度ですからね、ファンガンガンですよ。というわけで銅を取ってきたので、お家に帰宅からの銅のインゴットを作成します。はい、というわけで銅のインゴットをある程度作成することができたので、ハーブを確認して、まあ、何が何個必要かで、鉄の板が10枚で、さっきの鉄のロッドが10個で、ワイヤーが50個なので、まあ、とりあえず先にワイヤー50個作っていきたいですね。はい、10個貯まりました。というわけで、ハブアップグレード2を10個していきたいなと思います。まず分けちゃった、これね、右クリックしちゃうとスタックを分けちゃうんですよね、半分にね。はい、こういう風にマイルアイテムを追加していって、ハブのアップグレード、わお、屋根がつきましたね、急にね。新しいパーツを手に入れました。おめでとうございます。キャラの対象石、新しい対象とアンロックをしました。それぞれの警察面ではアップグレード、ベルトコンベア、ベルトコンベアを作れるようになりましたよと。ちょっと何言ってるか分かんないですね、一緒にいるからね。まあ、とりあえずベルトコンベア作れるようになって、石みたいなの作れるようになったよって言ってるんだと思います。他に何ができるようになったのかな。屋根がついてるだけだね、これ。ちょっとこの機械使ってみたいんだけど、発電機と電線がいるって言ってたんでちょっと困りましたね。はい、とりあえずハブのアップグレード3やっていきたい。そこまではやっていきたい。実ははい、というわけで、ある程度鉱石とかを掘ってみたんですけど、こっからハブをアップグレードするんですけど、左にタスクが出てるんですけど、これ珍しく日本語で、製作機を設置してシンプルな部品の生産を自動化しましょうってことなんで、製作機を設置していきたいなと思うんですよね。で、Q のボタンを押して、製作機ってこれか。え、でかっ。え、もう完全、もう一回、え、もうベルト？あ、待って、何かが足りない。鉄の板みたいなのが足りない。ん？強化鉄板が足んないのか。強化鉄板何枚だったっけ。3枚いる。強化鉄板3枚とケーブル、ケーブルはあるんで強化鉄板これで OK ですね。で、ちゃう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 、 Q ボタンを押して製作機で、マジでいいの？作成できました。で、作成したんで電極を設置して電力網を拡大しましょう。なんで下にあるバーに1ってあるんで1をして、これまたあれが足んない、ロットが足んない、ロット作って、あとコンクリも作っておきましょう。んで、ロットで、ワイヤで、ケーブル、おめに作っておきましょう。で、電極を設置する。あ、違った。これ電線あるじゃないですか。で、電線ボタンを押して、こいつとこいつをクリックしたら自動的にこの電極になるんですよ。こっから引けばよくない？こっから引いて、これをさ、どこに置くかなんだよね。だって、どういっても発電機ってどこにもないじゃん、これ。
発電機って何なんだろうね。制作でこれ多分自動生産でしょ、自動生産の設定でしょ。これこれ発電機って書いてある上に、これ何を使って発電するんだろう。葉っぱ入れたらなんか反応した。あ、発電開始した。葉っぱで、葉っぱで発電、え、葉っぱで発電するんだ。あのこの辺に生えてる適当なこの葉っぱ発電しました。開始で、これ電気回ったってことか。で、これで製作機で、まあ、とりあえず鉄板を作っていきたいってなると、あ、でこういう風に取り出すと、あ、多分自動取り出し、こっちが取り出しなんですけど、取り出しのベルトを使うとベルトがベルトに自動的に出るんでしょうね。なるほどね。この辺に 3D プリンターみたいにできるな。もうすげえじゃんこれ、的みたいな作れるんだ。ゼノザッパー、これゼノザッパーって俺が持ってるやつ。あ、あった、携帯用掘削機。携帯用掘削機は整備品作業室で作れますよと。作った。でこれをさっきの鉄のところに、いや違うじゃん、こうだ、今左クリックで置いた。え、やば、トリオって実はあんな風になってたの？やばいやん。え？グラップオールで全て手持ちに入れるんですね。なるほど、素晴らしい。で、この横ホールの中にさっきの鉄鉱石をぶっ込む。そしたら自動です。あー素晴らしいね。このゲームの目的って何なんでしょうね。ロケットあげることかな。で、できたものをこのようにぶち込む。電気不足、電気不足ってことはさっきのこれ入れたらいいんじゃない。バイオマス、あ、主に燃料として使用するバイオマスバーナーおよび車両は原動力として使用できる。バイオマスは未加工の生物由来物質よりもはるかにエネルギー効率が高い。あー、なるほど、エネルギー効率が高い。まあ、効率っていう言葉聞いたらちょっとテンション上がってね、面白くなります。なるほどねって適当に言っちゃう。とりあえず適当に葉っぱ取っていきます。効率高いんで。はい、というわけで自動化、まあ自動化というかほぼ手動なんですけど、掘削機で取って、でこの中の炉で溶かして、で自分の手で持って、でこの中製作機入れて、まあ、板たくさん作ってみたんですけど、まあ、これでやっとハブアップグレード3が完了すると。でこのハブアップグレードが完了したらベルトコンベアっていうのが使えるんですよ。これ使って終わりたい。でまず鉄板が、鉄板分けちゃって、
思って。よかった。鉄板が75枚。あとワイヤーが10個。あと強化鉄板が2枚と、あとコンクリが10個。で、アップグレード。ウェーイ。あ、2階ができた。やっぱり同時に喋られるって分かんないんだよね。テロップ勝手に先に進まないといけないから。でハブ4のアップグレードが、まあ、結構な量、さっき集めたやつも材料の結構な量がいりますよねっていうことですね。貯蔵コンテナ、まあ、これアイテムをベルトの中で勝手に貯蔵していくってことですね。マイナーマーク1、ここはこれ自動掘削機になるのかな。資源ノードの上に設置することで個体を自動的に取りますよと。で、多分これベルトから自動的に出すんでしょうね。あ、まあハブの4までやりたかったけど、全部自動化させたかったけど、とりあえずはね、今からベルトでつなげていきたいなと思います。で、ベルトをさっきのところに追加されたんだね。板が必要ですよと。ベルトを作るには板だけでいけますよってことなんで、まあその板で、作っていきたいなと。で3番を押してベルトコンベヤー接続して、ここまでだよ。ああ6枚いるってさ、これで作れるじゃん。で3番を押してここまで。うい、あら形が不正です。そうでしょね。あ、わかった。こうやって一旦落として、ここからこうしないといけないんだ。うえー、ベルトだ。これ乗っかったら自動で動く。うわ、めっちゃ速いスピードで動く。なんこれで、あ、止まっちゃった。多分最大100個なんだな、こいつは。で、炉の中に入れれるのも100個っぽい。入れれるのも100個だ。だからもう早急に自動化しない。おー、すげえ。鉄のインゴットでやっぱ拾えるんだね、途中でね。こうやって乗せて、こうやっていったら自動でここで作られるみたいな。すげえ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 。やっぱ鉄だからこうなってるのかな。違うか。簡単、すごい簡単かつ分かりやすいファクトリオと違って、まあただ燃料とかさ、そういう説明はなんかちょっとかなり雑かなっていう感じですけど分からんよね、バイオマスってさ。まあバイオマスだから燃料か。はい、というわけで、まあ今日はここまでです。まああとはパート2からは生放送で使用したマップを勝手に進めていって、まあそれで説明していけたらなと。まあファクトリオみたいな紹介の方法ですね、でいけたらなと思います。今ここまでせっかく作ったんですけど、まあこれもまたゼロからやり直しですね。非常に面白そう。本当にファクトリオのあの世界の中に入ったみたいな。でなおかつ誰でもできるような、まあ、知らない人でも簡単にできるような設計になってるですね。何？プラットフォームっていうか、なんていうの？やりやすさになってるって感じですかね。難易度になってるって感じですかね。わかりやすいし。うん。でも、ただちょっと一つ僕にとってもすごい難点があって、ファクトリオって、まあ、僕がやってた時は何人でやってたんだっけ？まあ、最大十何人とかでやってたと思うんですけど、これ4人しかできないんですよ。4人。最大10万人もあったかな。まあいいや。これ4人でしかできないんですよ、最大。なので、まあ僕含めてあと3人なんですよね。しかできないんですよね。まあそれが非常に残念な点かなっては思いますが、公式のこのゲームの紹介の、ところに、
まあ、このゲームどんなとこまでできますよっていうのがあるんですけど、もう無限にこのベルトを広げていって、あの無限に作り出すことができる、まあ、例えば一箇所のところから鉄のね加工品を大量に作り出すこととかができるよというのがあったりとかですね、まあ、非常に面白そう、うん、まあ、いわばファクトリオでいう、ファクトリオのなんか無限にさ、あれはターミナルディフェンスだから、なんていうんだろう、まあ、ずっとバイターを攻めてきてたじゃないですか、まあ、それがこれは違うくて、まあ、ずっと攻めてきたりとかそういうわけではないようで、定期的に勝手に攻めてくるとかね、まあ、今のところそういうのがないみたいな情報にはなってるんで、まあ、気ままにやれるよねみたいならしいです。一応かなり成長しだすとやっぱり来るのかなとか思ったりするんですけど、こんなにマップ広いしモブもしっかりしてるんで、なんかそういうイベント的なものとか起こったりするんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、でさっき言った通り脇地っていうのは固定ではないらしいので、まあ皆さんそれぞれね、新しく生成したところのマップでいろんなところで生まれて、まあ、独自のね、まあ、絶対に違う、毎回違うようなマップを作ることができると、違う工場を作ることができますよということですね。はい、あ、もう終わるから入れないんだ、はい、まあ入れちゃった。はい、でこのゲームを詳しく紹介します。最後に、一応詳しく紹介しますが、このゲームっていうのはですね、フォートナイトを作成しているエピックゲームっていうところが、提供しているゲームですね。購入の方は Amazon で、エピックゲームのソフトウェアを介して Amazon で購入したり、クレジットカードとかで購入することができるゲームとなっております。なのでまずダウンロードしたいなと思ったらエピックゲームのランチャーソフトをダウンロードして、まあ、そちらのストアを開いてダウンロード開始するというふうになっています。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録の方お願いします。生放送では黒い砂漠もしくはこのなんとかファクトリーやっていくんで、まあ、ぜひぜひ通知を受け取ってご覧ください。というわけでバイバイ。